こんばんは恋愛婚活スタイリストのジュリです今日も youtube をご覧になってくださってありがとうございます今日はですねえー デートの時にどういうふうにしたらいい印象を与えることができるかっていうちょっとね小技をお話しさせていいいたただきたいと思います人っていうのは最初まあ人の集中力もそうなんですけれどもまず例えばじゃあ皆さんがコンサートに行くとしますよね好きなアーティストのコンサートに行くとしますその時って行く前ってすごく嬉しくないですかドキドキしますよねその好きなアーティストが出てくる前ですねああもう早く出てこないかなーとか でその時が一番すごく気持ちが盛り上がってるんですよねでまあその最中ももちろん盛り上がってますけれどもあとエンディングを迎える時その時が一番印象残りますまずその一番最初と一番最後が一番印象に残ると言われてるんですね こここれれれををピーークエンドの法則って言うんでですすす。けれども、これをデートに活用することができます例えばあなたが、えー、女性とデートが決まった時にちょっとしたね例えばチョコとか何でもいいんですけれどもちょっとしたプレゼントを渡すっていう技を、ね、がありますっていうのを以前お話ししたと思うんですけれどもそれを渡すタイミングを最初か最後にしてください。 本当はピークエンドって言ったら一番盛り上がってる真ん中かと思うんですけれども人っていうのは意外とその始まる直前その時が一番気持ちが高揚してるんですね早く来ないかな早く出てこないかなとかそのデートが始まる前とかそういう時が一番気持ちが高揚してますなのでピークっていうことになりますなので一番最初か一番最後ただ私がおすすめしているのは一番最初ですなぜならば一番最初にお渡しすることによってあ この人人すごいいいだなって最初からら思ってもらえるんですね最後に私をするとその、ね、1時間なり2時間3時間の間の「あいい人だ」っていうのを先に印象を与えてた方がその長い時間ねいい印象を与えることができますのであの一番最初会った時にプレゼントを渡すっていうのがいい印象を残すことができますので是非やってみてくださいではここまでになるんですけれども、えー、YouTube のチャンネル登録の方と、えー、メルマガの登録の方ですね、えー U R コメント欄の U R L の方から、えー、登録の方お願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。